8時になりました。第2回 JO1 絆アリーナツアー企画案についてミーティングを始めます。お願いします。お久しぶりです。お疲れ様です。1年ぶりくらいですか。そうですね、私たちあの前回、はい、オープンザドア J1 のね作りを考えましたよね。 あれですね、私たちが惨敗したっていう、はい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 、惨敗しましたので今回はもう作りなんて考えません。今回はですね、どちらかというとオタクの願いこれだぞっていうのを勝手に考えてぶち込みますっていう動画です、はい、今回4曲ですよね。そうですね、4曲でコンセプトとかをメインに考えまして、まあ、3曲コンセプトとかメイン であともう一つは、まあ、もう自分が絶対やってほしいみたいな曲をぶち込みました。それではリサさんの方から1曲目の、はい、企画お願いします。お願いします。曲も一瞬流しますね。あ、ツッコミとかないですかね。すいません、ちょっと見てなくて。私がまずやってもらいたい曲はですね、まあちょっとツアーの中盤でいこうかなと思うんですけど、アルゴリズム一瞬流しますけど。なるほど。こちらですね、まあ、衣装から言いますと PV の衣装が私たちの想像と違ったっていうところありますよ ね、 なので、まあ、衣装はストレイキッズさんのマニアックパフォーマンスビデオ、レザー系の、まあ、ちょっとこう、上も皮下も皮ピッチピチのパンツみたいな感じで、攻めたデザイン、ここがなんか開いてるみたいな、よう分からへんデザインみたいな、そっち系のレザー攻めていった感じ。演出は、まあ、大好きな演出、コンサート、炎を出しまくります。ふわーみたいな、分かれて、あのサビにかけたらもう一生バーみたいな、炎を永遠で出るみたいなの時に、後ろには鉄骨を組みます。後ろに、はい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 、しかも登れます。まあなんならちょっと炎を出してもらうぐらいな、そこにもサーカスみたいな、ちょっとクールな感じで座ってみたり立ってみたりしてもいいですっていう感じの、まあ私は演出かなと思ってますね、はいはい、まあちょっとクールに攻めてこうぜっていう曲です。私も入れています、アルゴリズム。本当にかぶりとか NG なんですけど、でもコンセプト真逆でございます。うちはなんといってもエチエチというよりもどっちかって言ったら PV より。あー、じゃあもう真逆ですね。でも衣装は最近ブルピンさんが新曲を出しましたよ、ね、はいはいはい、はい、そのブルピンさんの衣装がこうちょっとこう迷彩チックな、あー、いかついとかエッチとかじゃなくて個性的なゴリみたいな感じで、JO1カラーのままのアルゴリズムを逆に見たいかな。じゃあリサはアンコール曲いいですか。アンコール曲私考えてきました。タッチ、あれをやります。もう絶対に、はい、でまああれはね、まあ、ツアー T シャツ着ます。でも全員にアレンジしてほしい。金のもいいし、サロペット着てくれてもいいし、表情は円形ステージからガーッと上がってきます。うん、うん、でこうケーキの段々みたいな、上に2人、ほんで周りになんか3人や4人やでバーってなってって、そっからトロッコに乗ります。このご時世やからやっぱりシールドはしますよ。銀テープをやっぱ出してもらいたいところではあるから、まあそれをこう浴びながら、で照明は結構明るめ、ライトは連動させへん。そん時はもう各自のお城を管理していきたいから、そこはちょっと連動させないで結構ポップな感じ。2曲目提案曲タッチ、もうだいぶでもまたこれも全然違くて、絆ってやっぱり絆じゃないですか、はいはいはい、絆から連想を指しました。普段は学校をイメージしたんですね。おーね、もうこれはコンセプトな、後ろの画面はこう結構ポップな映像が流れてて、キンコンカンコンってなって、なんかみたいな感じで、その可愛い制服衣装、半パンの制服系の衣装で、坊ちゃん系、それこそで、なんかみたいな感じで出てきて、ほんでこれまためちゃめちゃ古い曲で、少女時代のリンガフランカっていう曲があって、知ってる？知らない。で、そのリンガフランカのライブ映像があんねんけど、それが多分公式から出てるやつじゃないから、まあ、載せられんから各自調べとしてねんけど、花道をトロッコが動くの。ムービングステージみたいなやつ。あ、そんな感じ。で、なんかこう勉強してるふりしたりしながら歌ったり、こうなんかちょっと寸劇みたいな、もう入れながらやってほしくって、で、ちょっとなんていう、いい意味でチープな感じ。はい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 。ゼロ。こうペンダをこうゆっくり振る系の曲なんですけど、まあ、これは衣装からいきますと、衣装はイメージはセブンティーンの、これ何読み方がダーリン、ちょっとジャケット着たりとかで淡い色味。この曲のリサのイメージは夏終わりかけぐらいの曲のイメージやねん、はい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 、だから半袖の子もおるし長袖の子もおってほしい、だからちょっとこうアースカラー系に寄った感じのものがよくって、演出はここ
の歌詞に夜の闇と朝の光が重なり合いっていう歌詞があるんですね、うん、だからリサこの曲は夜明け前の早朝の曲のイメージ、背景は夜明け前の海の映像、はあ、なるほどな。でセットは、まあ、ソファーを配置しまして、ソファー6人でラグみたいな引いた地べた3人、ちっちゃい椅子に2人地べたでこうギュッと集まって、はいはい、丸っこくなって、丸っこくなって、別にダンスはなしやねんけど、こう僕たちの日常を切り取りましたみたいな、でもちょっとおしゃれだよねみたいな感じの曲にしてもらいたいなっていうところではありますね。なるほどです。めっちゃ王道やねんけど、ビズハッスはい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 、絶対歌いますこれは、ね、確実に。で、あのウィズアスを歌うタイミングですよね。バラードしてトークしてありがとうって言って、みたいな感じでラストを言ってほしいんですけど、まあね、一個は、まあ、普段はその MV を勝手に遊園地だと思ってたから、あそうだからここに MV の遊園地感もありつつ、でも遊園地もあるやんな、場所みたいになってんの、やんな、場所ちゃう、うんうん、メリーゴーランドみたいな、うん、そうで、あのちょっと廃墟っぽい遊園地感、あ、分かる分かる分かる、 MV に行かれてレトロっぽい、そうそう、うん、もう MV ガン寄せで行ってほしい気持ちもありつつも、そのイメージだとみんな湧くから、あ、最近の曲来ました、あのトレジャーのマイトレジャー、あるじゃないですか、ファンタジーの世界にいるんですかね、うん、僕たちはみたいな、で衣装はそのままやったらちょっと味気ないから、うん、まあ、ちょっとパステルっぽい衣装で、絶対一人はベレー帽をかぶれよこの野郎っていう感じかぶりサイズ高めぐらいかな、でここであのウナは紙吹雪が飛びます、あ、ここで風船ってライブで飛ぶんですか、飛びますね、飛びますか、じゃあ風船も飛ばしてください、はいはいはい、JO1 ここまで来たねみたいな感じで涙を流しつつ、でもこういう気分っていうのにビズアスがすごいあのしっくりな曲だと思うので、ビズアスはまあ絶対来ますから、来ますね、はい、どこで来るかっていうのが予想も入りましたよ、はい、でラストですね、はい、これはあの個人的に私たちがやってほしい曲っていうの、ラブ&ヘイト入ります。私これ大好きなんですよね、絶対にやってもらいたい、これはもうお金を出しますんでお願いしますっていう曲、先にちょっと演出一回こう VCR 入りまして、こう真っ暗な状態でペンライトも切ってます、パッてちょっと薄いぐらい光がついたらカーテンがある、うん、白い、でもそれってこうちょっと透けてんだな、こうちょっとライトも薄紫のちょっと暗めので、そのカーテンがあってシルエットでバッて見えんのよね、最初のまあ10秒ぐらいそのイントロみたいなところはそのままで、パッてカーテンが落ちて、まあ、この彼たちが現れるんですけれど、そのパッて落ちた瞬間に光量はマックスガンって光を浴びる彼たち、そっからまあちょっと光量絞ってもらって、まあ、そっからまた薄暗い紫っぽい感じにするんですけど、で、この演出がセブチのおでこの、オープニングの演出なんですよね。うーん、岩入るぐらいにステージを変えまして、花道通ってくる、花道通ってくるところのところには水たまりが用意されてまして、頑張れ頑張れ、ここはお金をかけどころです、そこで踊るんよ彼たちが、だから水しぶきがバシャンバシャンバシャンって上がんねんけど、もう超いいの、衣装が、まあね、水系演出ってカッターシャツって相場で決まってるんですよね、もうありますよ ね、 ますね、で、まあ、下はスキニーで、まあ、靴は脱いでもらって裸足でやる感じ、まあ、レン君やな、まあ、超レン君ね、こうパッとたまに髪の毛をかき上げてみたりとか、絶対いいと思うねん、リサこれ。フナは前回 OTD、うん、ツアー行きまして、はい、絶対にこれはもう一回聴きたいって思った願望だけを詰め込んだ曲です、うん、何か当てれる、プルミガニー、正解、やだもうなぶなな、ぶもともと好きやねん、だからだけどライブ聴いてからもうもうほんまによくって、スタジオバージョンがあるじゃないですか、はい、ブルーミング、あのアゲイあれの感じでやってほしいやけど、もうな、これもシンプルでいいんです、うん、白 T にジーンズ、もうこれだけでいいんです、遠くから見てたら誰が誰かわからんぐらい、もう白 T にジーンズ全員一人ずつこう、うん、ベンチじゃないわ、こうなんていうパイプ椅子みたいなのに座って歌う感じ、はいはいはい、衣装がシンプルな分こうお花とかをちらつかせる、あれ、これってマイクにさこうつけたりしたりとか、ああいう感じでこう小物で花、お花畑にいるような感じを演出してほしい、うんうんうん、でもな、歌わんと思うのこれ、ふな、まじきこれはもうほんまに何でもいいから歌ってほしい、ルミンガニーもマジでな、はい、まあ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 、一個言っていいですか、はい、もうツアー始まってます、もうこれ上がる頃始まってるんですか、でも証拠で見せとこう、今9月1日、ちなみに行った方はあのまだネタバレしないでください、この演出いいやんみたいなやつのコメント、匂わせみたいな感じでコメントしていただけたらなというふうに思います、私たちはセットリー見ずに行きますもんね、行きますね、っていう感じでね、私たちの
会議、会議でした。会議コンセプトやもちろん。はい、じゃあ次のね、会議がありません。次は INI の企画ですかね。INI じゃん、ツアーいつ出すかっていうところですね、今ね。っていうところをちょっとあの、討論していきたいなと思います。早めに早めにって探していきます、はいはい。私たちはこの辺で、おさらば。はい、ありがとうございます。おさらばば。ありがとうございます。失礼します。それではお疲れ様でした。ねえねえねえ、リサさん、おいてスタバ行こうよ。聞かれてるんだけど